や、おらんのじゃん。見てこの顔。やば、これちょっとあのちょっと出し応援しに来いっていう電話かかってきます。何ダーツ、何ダーツ出しますよみたいな雰囲気出てます。ちょっと僕脱げますんで。はい、ありがとうございます。すいません、本当にちょっと、はい、山田さんの応援してます。はい、応援しよう、ね、嫌がらせはダメですからね。はい、でも今日これノリチカ今日ちょっと今日いい感じなんですよ。あ、なんかいい感じらしいですよ。ちょっとね、ルール出してないからいいかもしれない、これ。グリップの開き具合が半端ないのに。あ、でもね、なんかさっきね、うん、まああのめぐちゃんとヨちゃんのペアとやってるダブルス見てたんですけど、うん、王鵬はちょっとやばかったです。超入ってました。あの二人のちょっとペアの放送したかったです。いや、でもね、いいダーツ打ってました。あ、いや、もうだってもう朝からもうえらい顔しょったよ、二人とも。朝からね、まあ2日目やしね。いや、すごい、ほんと怒ってた、顔が。何に怒ってんのと思うぐらい怒ってた。やっぱそのダーツね、まあ、いや、もう多分ほんと理想が高いガチで勝ちに来てたんですよ。ガチで勝ちに来てたんガチだったの、顔2人とも。いやいや、みんな源さん、ええ、もうみんなガチです。いや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 、ガチのみんなを見たいと言う。いや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 、あんな朝一あんな顔してる人いないじゃん。パーフェクト以上の、パーフェクト以上よ。いや、実はあの二人すごい仲いいし、同級生、うんね、何年も、うん、初めて今日ダブルスらしいね、組んだんですよ。そうらしいですね。はい、刀の調子はどうですか。刀の調子は僕のことなんかな、うん、刀の調子はもうめちゃくちゃいいですね。あの刀シリーズっていうのがあって、あーはーはー、あの僕とジョニーさんがやってるんですけど、あーはーはー、ジョニーさんがおるから俺はもう何もせんよね。あ、ただジョニーさんの歩く道をついていけばいいですよ。楽させてもらって、楽させてもらって。今、え、2人じゃないよね、妹おるよ。あ、刀シリーズは2人だけです。あ、へー。あとはみんなあの A フローとかトリプル A とかのラインなんですけど、あ、刀ってカテゴリーはプレイヤー2人だけなんですよ。へー、どういう分け方なの。あの A フローっていうのが、まあ、僕の場合ですけど、うん、あの吹き抜けるとか風とかいう意味なんですよ、ね。はい、お前に風感はねえよ。あ、風感は確かに、ね、そうね。そうですよ、俺とジョニーさんに風感も、うん、風感どっちかちゃうの。刀感とか刀感日本臭さとか。あ、まあそうね、確かに、ね、お、珍しいですよ、残禄外すのね。珍しくないですか、うん、残禄の聖護ですね。聖護の残禄も最近聖護の残禄になってきた。残禄も聖護にあのちょっと許可選んで残禄ついちゃいけんぐらいの感じになってきてたのに、もう関わらず。あー、そっちずれちゃった。これ今ちょっと渋い顔しましたね。渋い顔します、たまに。たまにしますよね、うん、髪伸びすぎやね、ちょっと散髪行った方がいい。ちょっと髪が気になるんですよ。気になることが多すぎてね、どんどん。ナイスアウトです。あ、これでね、今の取っとったら追い込めたかもしれないけど、これでもう多分今次背中、聖子ちゃんの背中映ったら、うん、ちょっとあのいつもナスカのよりでかくなってます。今の、うん、ちょっとやっぱでかあでかくなった、背中がでかくなっちゃった。こうなったら勝てんから今ちょっと。そのうち羽がこうはみ出していくね。羽はみ出してるユニオンもあるんです実は。作り間違えて。肥後のイケメンゴリラ松本パイセン隊長の方は大丈夫ですか。隊長は大丈夫ですよ。はい。おかげさまで。前回ですか。おかげさまで。バリバリするとなんか。ちょっとお尻の方の心配をされて、お尻の方の、あ、なるほどなるほど。今日もね、はい、持ってますちゃんと、ちゃんと、ちゃんと持ってますもん。これでも王鵬やん、これいけそうな雰囲気ね。三連組って嫌でしょ。そうで、実際やっぱ朝聖子ちゃんストガチの男みたいな。朝聖子がやっぱいつもの感じとはちょっと違うね。いや、もうさすがにやっぱちょっとね、昨日も優勝してやっぱ誰よりも投げてるね、昨日。そうね、疲れが。聖ちゃんのすごいところが体力なんですよね、この。まあまあ、でもやっぱほらラグビーのさ、大阪代表、いやいやいや、そのラグビーのもう昔取った金熱がもないと思います。そう、まあでも何もしてない人にもやっぱウォーキングとかやってますから。かわいい、せいちゃん。こ う, こう見えて結構ね、バンパー公園歩いたりしてるんですよ。体力作り、地元のね、いや家がもうバンパー公園の横なんでね。太陽のとこ、はいはい、太陽のとこ。これ大本屋しっかり上がりバンパーありますからね。バンパー、そうなんですよ、決まりましたね、はい。あれによってちょっと土地上がらんかな、うちも。すごい。あ、この王鵬やんのこのミス聞きたいですね。ん、あ、ごめん、見てなかった。いやいや、あの210、これね、付け込まれる、これ付け込まれるの、ね、2本目入ったらやばいっす。はい、あ、これはやばい。ブル行かない、ブル行かない、ブル行かないね、行かない、ね、行くまでもない、行くまでもない。でも120と125だったらだいぶちゃうんですよ、やっぱ。120で1本見せれるんで、ちょっとダーツっぽいこと話させても、これ18いくでしょ。でね、今日のね調子だったらね、俺は60でもよかったんねかなと思いますが、ナイスアレンジ。これは多分 99% ブルから、うん、ブルから来てほしい。
むしろ打ちましたね。20トレ入ったら終わりっす。終わりっすね。これこれ外すイメージがないっすね、はい、おおしかも横に横に。これはノリチカ、ノリチカトップ得意なんですよ、背低いくせに。ノブさんは聖子さんの許可なしで、いや無理です。あ、2本目で決めたいね。3本目をちょ追い込まれるよ。お願いします。首振りましたね。ね首振りましたね。さあ3リング目、放送中であります。テレビに、お奥様かもしれないね、うん、はい、はいはい、うん、ちょすいません、はいね、お金の話でした。お金の話よ、呼びますか。あ、大丈夫です大丈夫ですか。あの奥さんじゃなかったです。あ、違うんですね、はいはい、スポンサーさん、スポンサーお金の話をね、焼き鳥でも食べ行こうか言ってん、うん、そうね、ノブさんの解説ほんとね、さすが選手、分かりやすいですよ。いやいやいや、ちょっと解説の的は得てないと思うんですけど。いや、そんなことないんじゃないですか。各選手はね、誇張していった方がおもろいかなと思ってるだけなんですけど。いや、まあ、なんか選手のね、その心境とか、はい、これは3レグ目、0-1取りましたよ、ノリチカ。まあ、聖子ちゃんのね、クリケットって言ったらね、バカですからね、もうね。まあでもゼロは。ゼロはもうバカですよ、でもね、うん。39ぐらいなんですか、今。パイロットのスタッツ。大将帰りましたよって。大将帰りました。お疲れ様でした。大将と。浜大将ですか。浜大将帰りましたか。電話します、すぐ。すぐも、今世の中便利なんでね。すぐ携帯で。携帯電話っていうのがありますからね。昨日大将に連れ回されてますからね。お返しに今日は。ないさやけどな。今日も泊まり、こっち。そうなんですよ。一応北九州は地元なんでね。そうね。そうですね。もう実家はないっちゃね。実家ないです。お姉ちゃんとかお兄ちゃんは住むんですけど。でもちょっと南方の方ですよね。あ、そうですよ。南区の方です。はい。これを、おや、1ラウンド目削れとったら違ったね。で、これしっかり行きたい。140、160以上を。一本目来たら可能性高い。うん、あ、しっかりカバーできんとこれもう終わっちゃうぞ。オッケー、マラ首の皮1枚つながりましたね。140、160あるんで、もうこれせいちゃんが2本入ったらきついなーっつったらど真ん中来たね、これ。あ、これはブルいくでしょう。お、すいません、申し訳ございません。俺の物差しではちょっと浅田を測りきれないすいません。5-4ね、やっぱトリプの決定率がやっぱ違いますからね。あーね、はい、あーラッキーやこれ。これテンパるのとテンパらんのではね。まあでもしゃあないか。これでせいちゃん2ラウンド使いますもんね。そうなったらやっぱ俺勝つかって感じですよね。 5-4 から来た4-2行ってからのこの残にこれ外すんじゃん多分ね。これは外すよ。これはだって今一回よそ見したもん。だからもう一回あるわけやから。そうね、うん、あーですね、一回よそ見したのね。一回よそ見しました。お腹空いたんかな。よし感が出ましたね、うん、ちょっとよそ見した。なんかね、入っても入らんでもいいって気持ちで今投げたんで、あのワンビットやから、うん、バカですね、やっぱね。バカですね、もっと外せよって感じですね。あの感じで投げてもワンビットやからですね。もうここは作業ですもんね。もこれはもう確実に入ります、はい、これはもう確実に入ります。ポイントカードのあれにハンコを押すぐらい外さないですね。そうですね、はい、いや強い。これはまあこっからね、外人さんとプレミアム当たるんだろうね。そうね、見てみたいですよね。